り霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。皆さんは水族館などの場所で深海の生物を見たことがあるだろうか？サメやクラゲなど、深海魚の中でもたくさんの種類があるよね。深海の生物とは一般に水深200メートルより深い場所に住んでいる生物のことを指すぜ。真っ暗闇の深海だけど、光る生物なんかがいて面白いよね。実は、約8割の深海の生物が光ると言われているぜ。暗いと思っていた深海は、実はネオン街だった？今回はそんな光る深海の生物に焦点を当てて、その生態やなぜ光っているのかを紹介していくぜ。それではゆっくりしていってね。先ほども言ったように、深海の生物は水深200メートルより深い場所に住んでいるぜ。そんなに深かったら人の目ではほとんど何も見えないだろうね。さらに、水深1000メートルより深くなると太陽の光は届かなくなるぜ。極めて高い水圧、低温、乏しいエネルギー源など、深海はとても過酷な環境なんだ。深海の生物は、その環境に適応した独自の生態を持っているから不思議な生き物が多いんだね。深海は地球上で最も大きな生息地だ。大きな生息地？地球の約 70% が海であることを知っているか？その海の中でも200メートルより深い部分、つまり深海はなんと 93% にもなるんだぜ。いやー、地球上の海のほとんどが深海なんだね。確かに広大な生息地だね。海水に生息する魚は約1万7800種と言われていて、しかも毎年増えているぜ。そんなに種類があるの？しかも増え続けているなんてびっくり。このうち約2500種が深海魚とされているぜ。その深海魚は、低生成深海魚と遊泳性深海魚という二つに分けることができる。海の底で暮らしている魚と、海底以外の中層で暮らしている魚ということだね。はじめにも触れたが、深海生物には光を発する能力を持つものが多くいるんだ。不思議だよね。どうして光っているんだろう。この発光は、ルシフェリン・ルシフェラーゼ反応と呼ばれ、ルシフェリンという発光素子とルシフェラーゼという発光酵素の化学反応によって引き起こされる。ルシフェ、って今何回言った？4回だ。発光には種類があり、発光する細菌を体内に飼うことで発生する。強制発光と発光素子を生物自身が作り出す自発光がある。ペットが光るタイプと自分が光るタイプがいるんだ。太陽光は水深約1000メートルまではわずかに届く。そのため、この水深約1000メートルまでに生息する深海魚には目が大きく光を受けやすい生物が見られるんだ。深海の暗闇では目を使わないから目が退化するのかと思った。もちろん、退化したり、小さくなったり、見ることを諦めた生物もいるぜ。そしたら、見ることを諦めなかった生物は、光を受けるために目を大きくしていったんだね。深海の生物は上から来る太陽の光を多く受け取るために、眼球を真上に向けることができる筒状目を持っているものもいる。筒状目は、眼球を筒状にすることができる特殊な眼球のことだ。筒状の目？面白い進化をした生物もいるんだね。小型の深海魚は、オキアミなどの動物性プランクトンを餌にしていることが多いな。また、クラゲは深海での個体量が多いがあまり食べられないようだ。クラゲは美味しくないのかな？クラゲが毒を持っているためであると考えられているな。クラゲを食べる深海の生物も少しは存在するようなのだが、そのような生物の食道や口は厚い結合組織で保護されているんだ。クラゲって深海生物たちにも嫌われるぐらい毒があるんだね。また、海底に沈んだ大型生物の遺骸を食べる深海の生物もいる。げ、死体を食べるの？この遺骸は深海生物にとっては重要な栄養なんだ。暗いし、寒そうだしなかなか餌にもありつけなさそうだから仕方ないのか。深海魚の混合アナゴは遺骸だけを食べる腐肉食性と呼ばれる食性を持っているぜ。腐肉専門？深海ってそんなに遺骸が転がってるの？いや、なかなか転がってはいない。だから、この食性を持っている生物はいつ意外と出会えるか不明なため、普段はエネルギーを消費しないようほとんど動かず、漂うことが多いようだな。また、意外を直接食べなくても意外に寄ってくる生物を狙う生物もいるぜ。頭がいいね。日中は深海に生息し、夜間に深海に移動して餌を取るという深海生物もいる。このような行動を日周鉛直移動というんだ。主に海の中の中心層に暮らしている深海魚に見られる特徴だ。やっぱり深海は餌が少ないんだね。日中は暗闇でゴロゴロして、夜に餌を求めて浅い海までやってくるんだ。このような日周鉛直移動の例としては後に紹介するミツマタやリュウオウが挙げられる。ほとんどの深海魚の浮き袋はあまり発達していないのだが、日周鉛直移動を行う深海魚は、急激な水圧の変化に耐えるために浮き袋が発達していることが多いぜ。そうか、水圧の違う場所へ移動するには浮力が必要なんだね。他にも浮き袋の代わりに脂肪を持つ種類もあるぜ。深海生物ってどうやって獲物を捕らえたり捕食したりしているんだろう。深海生物の捕食行動を捉えることは非常に困難だ。
なぜなら深海生物は個体数が多いにもかかわらず、海が広いために密度が低いので、捕食者と被食者が出会う場面は非常に少ないからだ。生息地域が広いから、餌だけでなく敵にも出会うのが稀なんだね。そしたら食べる回数も少ないから余計に捕食のシーンは見られる機会が少ないということか。そのため、深海生物の食べるものは深海生物の胃の内容物や、体の構造を調べることで判断されることが多いな。しかし、海面に引き上げられた時に急激な水圧の変化で胃の中にあるものを吐き出してしまい、何を食べていたかわからなくなってしまうこともある。よく水揚げされた深海魚なんかは目や内臓が飛び出ちゃって、ひどい姿になっているよね。このように深海魚の食性を判断することはとても難しいのだが、胃の中にあるものから食性が判断できることがある。例えば胃の中に砂があれば、その深海魚は海の底で生息している生物を食べている可能性が高く、逆に砂がなければ他のものを食べている可能性が高いそうだ。なるほどね。胃の中の砂の有無だけでそんなことがわかるんだ。それではお待たせしたな。ここから深海の光る生物を10種類紹介していくぜ。待ってましたー。チョウチンアンコウは深海魚でも有名だよね。水深約200から800メートルで暮らしていて、主に大西洋の深海に生息しているぜ。体の大きさはメスが40から50センチメートルあるのに対して、オスは5センチメートルほどしかないんだ。5センチメートル？本当に同じ種類の魚なの？多くの生物のオスがそうであるように、チョウチンアンコウのオスもメスを探している。でもさ、50センチメートルの彼女と5センチメートルの彼氏じゃ何も始まらないんじゃない？確かに。だからオスはメスを見つけても交尾はしないぜ。そしたらどうやって子孫を残すの？実はチョウチンアンコウはとんでもない生態を持っている。なんと、オスがメスの体に噛みつくんだぜ。いてて、なんでそんなことをするの？メスに嫌われちゃうよ。実は噛みつくと特殊な酵素を作り出して、メスに徐々に融合していくんだぜ。融合って、一体化しちゃうっていうこと？最終的にオスの体は吸収され、メスはいつでも子供を産める状態になるぜ。理解不能。ちなみに、融合できるオスは一匹だけでなく、複数のオスが同時にメスの体に融合されることもあるそうだ。なんでそんなとんでもない繁殖方法になってしまったの？この子孫繁栄の方法は、大きな海の中でオスとメスが出会うことが少ないので、複数のオスと一匹のメスを融合させた方が子孫を残す上で効率的だという理由からだとされているぜ。効率重視？確かにずっと一緒なんだろうけど、もっと違う幸せがあったと思うよ。チョウチンアンコウの最大の特徴である誘引突起と呼ばれる長い背びれは、背びれにある尖った部分が進化したものと考えられている。このチョウチン部分は誘引突起って言うんだね。しかも背びれが進化したものだったんだ。この誘引突起の先端には光の発光器があり、そこから枝分かれした糸状の疑似餌を使って、光に引き寄せられた魚などを絡め取り捕食するぜ。深海ではチョウチンアンコウが発する光は非常に目立つため効率的に餌を得ることができるんだ。まさに飛んで火にいる夏の虫。チョウチンアンコウは前に説明した共生発光を行う生物だ。ペットが光るタイプか。てっきり自分で光らせているのかと思っていたよ。誘引突起の先端に発光する細菌を住まわせている。この誘引突起の先端の構造は半透明で、外から見ると中で光るバクテリアによって誘引突起が光っているように見える。これが発光の仕組みだぜ。なんでバクテリアはそんな場所に住んでいるの？バクテリアは寄生虫として誘引突起の中で安全に生きることができるんだ。なるほど。そして、チョウチンアンコウは光を使って狩りができるから、双方にメリットのある共生関係が成り立っているわけなんだね。テンガンムネイソは体長およそ7センチの大きさで水深1000メートルに暮らしている。さっきも水深1000メートルなら海面からわずかに光が届くと言っていたっけ。甲殻類や動物性プランクトンを捕食し、ギサイという多くの魚類で消失してしまっているエラのような部位を持っているぜ。丸サングラスかけた中国マフィアみたい。随分小柄なマフィアだな。このテンガンムネイソはどこが光るの？腹部に約24個の発光する器官があるんだ。テンガンムネイソの目は体の上についていて、海面を見て海面の光に映る獲物の影を探しているんだ。顔は正面向いているけど上が見られるんだ。面白いね。しかし、同じ要領で自分より深い位置にいる天敵から狙われる可能性もある。そこで腹部の発光する器官を使うんだ。お腹を光らせると余計に目立ちそうな気がするけど、この器官を発光させることによって、海面から届いてきた青色の光に同調させるんだ。どういうこと？このカモフラージュの方法はカウンターイルミネーションと言われていて、太陽の光が少し届く約100から1000メートルくらいの場所でよく行われる。通常テンガンムネイソより深い位置にいる敵は、海面から来たわずかな光によってテンガンムネイソを見つけ出してしまうぜ。
そこで、テンガンムネイソは自らの腹部を発光することによって、海面から来たわずかな光に同調して自分の姿を敵から見えにくくするんだ。なんだかハイテクだね。しかも、この光の量は、水深や太陽光の強さによってうまく調整することができるんだ。フジクジラは水深約250から860メートルで暮らしていて、体の大きさは約30センチメートルだ。体長30センチのクジラ？クジラにしてはコンパクトだね。クジラと名前がついているが実はサメの仲間だぜ。フジザメではダメだったのかな？背びれにトゲがある。全身は真っ黒だがわずかに藤色をしているため、フジクジラと呼ばれているんだ。フジは富士山のフジじゃなくてフジの花のフジだったんだね。いろいろ名前がややこしい。フジクジラは腹側全体を青く光らせることができるぜ。もしかして、フジクジラはテンガンムネイソと同様に、カウンターイルミネーションをしているの？その説もある。他にも同じ種類の仲間を見つけるためという説や、背びれのトゲを見せつけるためという説もある。トゲを見せつける？背びれのトゲを見せつけるためという説は、背びれのトゲの近くに発光する器官が多く存在しているからだと言われている。この説によると、発光には敵にトゲを発光で照らし出して見せつけて、自分の身を守るような役割があると考えられているぜ。俺に触れると危ないぜアピール。フジクジラは、セレンテラジンという化学物質によって光っている。この物質はフジクジラが自分で作っているのではなく、発光する魚を食べることでセレンテラジンを得ていると考えられているぜ。つまり摂取した魚に含まれるセレノテラジンは、胃の消化酵素で分解されずそのまま吸収され、フジクジラの腹部の発光器官に運ばれるそうだ。それって光るために食べているのか、食べたら偶然光っちゃっているのか、なんだかいろいろ紛らわしい深海魚だね。キャー、エイリアン。これはミツマタヤリオだ。太平洋の温帯域が主な生息域で、水深約300から1000メートルで暮らしている。体の大きさはメスが50センチメートルほどになるのに対して、オスは10センチメートルほどしかないんだ。出た。のみの夫婦。いや、深海だから提灯アンコウ夫婦？大きな口と細長い体型が特徴で、尻尾だけで動くぜ。歯は鋭く、捕らえたいものを逃がさないように内側に入り込む仕組みになっているぜ。この歯で噛まれたくないね。ミツマタヤリオは光を 99.5% 以上吸収する黒い皮膚を持っているんだ。ミツマタヤリオの皮膚には、光を吸収する色素であるメラニンを最適な形で含む、メラゾームという器官が密集していることが電子顕微鏡で確認されている。黒いと何かいいことあるのかな？この黒い皮膚は、天敵から逃げたり発光を目立たせたりするのに有効だと考えられているんだ。また、先ほども少し触れたがミツマタヤリオは日周遠曲移動を行う生物だ。夜になると餌を求めて徘徊するタイプね。幼魚は親と違って海の表層で生活しているのだが、目が長く突き出ているのが特徴だぜ。ちょっと飛び出しすぎじゃないかな？この姿がミツマタヤリに見えることが名前の由来だそうだ。ミツマタだけど、ヤリには見えないかな？なんでこんな姿をしているの？理由はよくわかっていないのだが、一説では視野を広げて外敵から身を守るために使っているのではないかと考えられている。ある意味怖くて襲われないかも。ミツマタヤリオは顎から2本のヒゲが出ていて、その先端と目の下に大きな発光器がある。提灯アンコウの顎ヒゲバージョンみたい。でも自分で光っているんだね。また、腹部の内側に小さな発光器が多くついているぜ。この発光器は獲物をおびき寄せるためにも使われるそうだが、一番の理由は求愛だそうだ。こんな恐ろしい姿をしているけど、彼女に夜景を見せて求愛するとか意外にロマンチスト。夜景ではないぞ。ミツマタヤリオはオスとメスで発光の特性が異なる。光の力を借りてメスを集め、繁殖することが目的だな。ミツマタヤリオは目の後ろに発光器を持っており、オスの発光器は非常に大きいのに対してメスの発光器はほとんど機能していないんだ。オスは強い光でメスを引きつけると言われているぜ。やっぱり光り輝いている君が好き。大口星エソは温帯や熱帯の深海域が生息域で、水深約500から3000メートルで暮らしているぜ。体の大きさは15、25センチメートルほどだぜ。胴体は真っ黒でヒレはほとんどないようだな。下顎は体からはみ出るほど大きいのが特徴だ。え？ちょっと、下顎の底の肩、穴開いちゃってないかな？餌が逃げちゃうんじゃない？大口星エソは世界でも類を見ない。なんと顔の発光器から赤外線を出す生物なんだ。防犯のため？主に餌を捕食する際に使っている。大口星エソの発光器から放出される赤外線は、大口星エソから近い距離を照らす役割を担っているんだ。他の深海生物は赤外線の赤色を見ることができないので、大口星エソは赤外線を放つことによって、自分が見つかることなく獲物を捉えることができるぜ。どうして赤外線を出せるの？
オオクチホシエソはクロロフィル誘導体という物質を体内で合成し、赤外線に変換することができるんだ。この能力があるのは地球上でオオクチホシエソだけだとされているぜ。オンリーワン。また、オオクチホシエソは赤外線の赤色を検出する能力も持っている。目に見えない赤色の赤外線を感知できるのは、またしても地球上でオオクチホシエソだけであるとされているんだ。この能力によって、仲間のオオクチホシエソを認識することができると考えられているぜ。オオクチホシエソには防犯カメラが通用しない。水には光の波長が長いほど吸収されやすいという特徴があるぜ。可視光よりも赤外線は波長が長いため、水によく吸収される。波長の短い青や紫の光は吸収されにくく、海中で何度も反射する。つまり水深が深くなるほど赤い光はなくなり、青い光が多くなるんだ。さっきも話していたけど、深海生物は赤色を見ることができないのは、深海に赤い光が届かないからだということなんだね。一般に物体が赤く見えるということは、赤い光だけを反射するという性質があることを意味するぜ。しかし、深海のように赤色の光自体が入ってこない場合は赤色の光が反射しないので、物体は赤く見えない。そのため、ほとんどの深海生物は赤色が見えない。もしかして、赤い魚も見えないということ?そうだ。だから深海には魚やクラゲなどに赤いものが意外に多い。一見派手に見えるけど、実は深海では保護色となっていたんだね。ガウシアはプランクトンの一種で、体長1センチほどで、水深約1000メートルで暮らしている。プランクトン?小さな体なのにどうして光るんだろう?ガウシアは光で敵を脅して逃げたり隠れたりする目くらましのために光るんだ。目くらまし?こんな小さな体だから大した光じゃないでしょ?それが、ガウシアは敵に攻撃されそうになると、青い液体を噴射する。勢いよく液体が放出された数秒後、突然爆発したかのように閃光が走るんだ。敵が光にひるんでいる間に、身を隠すぜ。手榴弾みたい。ルシフェリン・ルシフェラーゼ反応は覚えているな。ルシフェって4回言っていたのは覚えているけど、なんだっけ?ルシフェリンという発光素子とルシフェラーゼという発光酵素の化学反応のことだ。この反応はガウシアだけでなく、すべての発光する深海の生物と大きく関わりのある反応だ。そうそう。そんな化学反応。ルシフェラーゼとは、バクテリアなどの生物発光において使われる酵素の名前だ。発光物質を発光させるという化学反応を誘発させる酵素のことだぜ。だからルシフェラーゼは発光酵素と呼ばれるんだね。ルシフェリンの方は?ルシフェリンは、ルシフェラーゼによって酸化されて発光する物質のことを指す。発光する生物のルシフェラーゼは、その生物のルシフェリンとしか反応しないぜ。なるほど。ガウシアが持っている青い液体にはルシフェラーゼが含まれている。これがルシフェリンと反応して発光するという仕組みなんだね。オワンクラゲは日本の多くの海岸に生息し、体の大きさは10から20センチメートルだ。よく見るタイプのクラゲだよね。オワンクラゲなんて名前だったんだ。わかりやすい。刺激されると、生殖腺がリング状に緑色の光を放つぜ。オワンクラゲはどうして光るの?オワンクラゲの体内には発光する細胞があるぜ。この細胞に含まれるイクオリンというタンパク質はカルシウムイオンに反応して通常青白く光るぜ。オワンクラゲが興奮すると、この細胞に海水が流れ込み、海水のカルシウムイオンがイクオリンと反応して発光するんだ。あれ?緑に光るんじゃないの?イクオリンはもともと青白く光るものだが、オワンクラゲは緑色に光る。これは、イクオリンが発光する細胞の中で別のタンパク質と複合体を形成していることが理由だぜ。このタンパク質は緑色蛍光タンパク質 GFP と呼ばれている。イクオリンが青白い光を発すると、GFP はそのエネルギーを受けて緑色に発光するんだ。オワンクラゲの GFP はノーベル賞に大きく貢献したんだ。ノーベル賞に貢献? GFP は緑色にとても明るく発光するタンパク質だ。他の物質の力を借りずに自ら発光する能力も持っている。GFP の遺伝子と研究したいタンパク質の遺伝子が融合するように遺伝子を操作して、青色や紫外線を当てるだけで、そのタンパク質が細胞内のどこにあってどのように運ばれているのかがはっきりとわかるんだぜ。へえ、それが研究の役に立つということなんだね。今、この GFP はがん研究にも使われている。どのタンパク質ががん細胞に特異的なのかがわかれば、がん細胞がどのように体内を広がっていくのかがわかるんだ。GFP は分子生物学などの分野で劇的な進歩をもたらしただけでなく、革新的な治療技術の開発など、生命科学の分野でも不可欠なツールとなっているぜ。まさか人類がクラゲに救われるとは。ダルマザメは熱帯や亜熱帯の海域の水深1000メートルより深い場所で暮らしている。体の大きさは40センチほどで、非常に大きく丸い目をしているがあまり見えていないと考えられているぜ。目が大きいからダルマみたいだということ?
まさかこれはクジラじゃないよね。安心してくれ。これは名前の通りサメだ。歯は一般的なサメとは大きく異なり、下顎にノコギリのような歯があるな。綺麗なくらいギザギザしているね。多くのサメは上顎と下顎に同じような形の歯があるが、ダルマザメの歯は上顎と下顎で全く違う形をしているぜ。上と下で形が違うと噛みつきにくそうだね。ダルマザメは、まず自分の体をひねって捕らえた獲物の肉に歯を食い込ませるぜ。こうして破れた傷口は、穴のように丸くなるぜ。傷口が綺麗に丸いのね。捕食された動物は丸く肉が切り取られるが、多くの場合は時間の経過とともに傷が治ったり閉じたりするので、直接的な死因にはならない。無残に食いちぎられるよりはマシか。ダルマザメによるこの傷は特徴的で長い間イカや寄生虫によるものと考えられていた。マグロなどはこの傷跡をつけられて販売されることが多いそうだ。犯人がわからない深海の事件。これまではダルマザメが原因であることは知られていなかったため、取引業者や研究者を困らせていたそうだ。実は私が犯人でした。ダルマザメも腹に発光する器官を持っている。どういう理由で光るの？ダルマザメは主にイカなどを主食としている。しかし自分よりはるかに大きな動物も襲い、先ほども言った通り生きたまま体の表面から肉の一部を削るぜ。そんなに大きくないのにチャレンジャーだね。メカジキ、マグロ、クジラ、イルカなどの大型海産魚や海洋哺乳類も捕食することがあるぜ。この場合に発光器官を光らせることで捕食者をおびき寄せて肉の一部を食べるそうだ。光るキンメダイ？太平洋などの海に生息して、体の大きさは約30センチだぜ。日中は岩陰などの暗い場所に潜んでいる。動物プランクトンなどを餌として、主に夜間に活動するぜ。光るキンメダイはどこが光るの？光りキンメダイだぜ。目の下に光る器官を持っている。発光する細菌を体内に飼うことで発生する強制発光で発光しているんだ。目の下にペットを飼っているの？発光器は楕円形で紅白色に光る面を外側に向けているぜ。この発光器を回転させ、発光器前の蓋を閉じたり開いたりすることで、黒い裏面が外側に向く。これによって光を細かく点滅させているんだ。へぇ、群れで生活しているため、暗闇の中で発光器官を点滅させることで、互いに意思疎通を図っていると考えられているぜ。モールス信号みたい。コカ・コーラ？最初の子しか合っていないぞ。コペポーダだ。体の大きさは約1から5ミリの動物性プランクトンだ。プランクトンの中で一番個体数が多い種類なんだ。で、このポップコーンダは何を主食にしているの？映画館に行きたいのか？コペポーダだ。植物プランクトンを食べている。そして、魚に食べられる生き物だな。つまり、植物プランクトンが持っている植物のエネルギーを魚などにつなぐ、食物連鎖において重要な役割を担っていると言える。なるほど。陸で言うと草食動物だね。陸上、深海、堆積物、流氷など様々な場所で生息しているが、水深1000メートル以下で生息するコペポーダの 20から30% が発光すると推定されているんだ。コペポーダはなんで光るの？捕食者から逃れるためだけでなく、相手を認識して繁殖するためにも発光を利用していると考えられている。プランクトンでも恋をするとき輝くんだね。発光線を持っていたとしても光らない種も多い。ちなみに、こうした非発光性のコペポーダは大量にクラチラ穴と呼ばれる穴があり、発光線はこの穴が変化して作られたと考えられているんだ。コペポーダが光る仕組みは？コペポーダは初めに述べたルシフェリンとルシフェラーゼの反応によって発光する。ルシフェラーゼは酵素、つまりタンパク質であるため水温やペーハーなどによって反応の強さが失われることがあるぜ。しかし、コペポーダは例外的に水温やペーハーに影響されず、たとえ強酸や強塩基の中にいたとしてもルシフェラーゼは反応する。すごいね、ただのプランクトンと侮るなかれ。このコペポーダのルシフェラーゼは地球上のすべての生物の中で一番小さいにもかかわらず、高度は一番高いそうだ。というわけで、どうだった？深海にはたくさんの光る動物がいて、一匹一匹光る理由が違うというのはとても興味深いよな。私たちから見ると深海の生物は陸の生物と比べて、とても特徴的な姿や見た目、生態をしていたね。まさか自分の姿を隠すために光ったり、赤外線を出すハイテクな生物がいるだなんてびっくりだったよ。今回紹介した動物たち以外にもたくさんの深海の生物がいるぜ。また新しい動画を配信していくので、気になった人はチャンネル登録をしておいてくれ。グッドボタンもポチッとしてくれるととっても嬉しいよ。それでは最後までご視聴ありがとうございました。